当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて今回のお話は、未確認生物についての議論は長らく多くの人々の好奇心を刺激し続けている。これらはその名が示す通り、まだ科学的に証明されていない未知の存在であり、様々な場所で目撃されてはいるものの、その存在を裏付ける証拠はほとんどが不鮮明な写真や曖昧な証言に過ぎない。このように謎に満ちた怪物とされているのだが、その正体については様々な仮説が存在している。それはまだ発見されていない新種の生物や絶滅したとされる古代生物の生き残り、あるいは人々の心理状態が生み出した幻覚なのか。しかしこれらが単なる幻ではないことを示唆するより具体的な証拠が存在する。その最も説得力のある証拠は映像である。実際に未確認生物の目撃例は世界中で報告されており、そのいくつかは映像として記録されている。これらはただの噂や伝説を超えた具体的な証拠となり得る。なぜなら映像には目撃談だけでは伝わらない生物の動きや挙動を捉える力があるからである。今回もそんな世界各地で収集された水生未確認生物の映像を紹介することにより、この永遠の謎に一歩でも近づけるかもしれない。それでは怒涛のシリーズ第5弾をご覧いただこう。最初にご紹介するこの映像はイギリス・スコットランドのとある湖で撮影されたものであるのだという。すでにご覧いただいている通り、体色が黒く太くて長い胴体をした謎の生物が湖内を泳いでいる様子が映し出されている。スコットランドといえば言わずと知れたネス湖の怪物ネッシーをはじめとした水生未確認生物の宝庫であるのだが、これもその類なのであろうか。そしてこれがそのネス湖でかつて撮られたと言われている謎の生物の姿であるのだという。画質はあまり良くないのだが、そこには複数のコブがあり、頭部らしきものを水面に出しながら泳ぐ巨大な水生生物の姿が映し出されていた。これが俗に言うネッシーなのであろうか。次にご紹介するこの映像はアメリカ・アラスカ州ユーコン準州にある湖モーリー湖を撮影したものである。そこには湖を泳ぐ細長い体型をした黒く巨大な謎の生物の姿が映し出されていた。この湖では以前から地元住民により大きな水しぶきや奇妙な音が聞こえるとの報告を当局が受け、その調査のために上空から湖を撮影したものなのだという。これが水しぶきや奇妙な音を起こしていたものの正体なのであろうか。この映像はニュージーランド北東下流部の河川の一つマナワプ川で撮影されたものであるのだという。すでにご覧いただいている通り、若者がピザのようなものを投げ、水辺から顔を出す巨大な謎の生物へと餌付けする様子が映し出されている。投稿主のコメントでは、この謎の生物を巨大なウナギなのだとしているのだが、こうして見ると、戦士時代の生物にも見えてくる。ウナギ目の生物は、時折巨大化することは、以前、このチャンネルでも説明したことがあるのだが、この映像が本物であるのならば非常に興味深く感じる。次ご紹介する映像はアメリカ・ニューヨーク州五大湖の中の最大の湖セネカ湖で撮影されたものであるのだという。そこには黒い体色をし細長い胴体を持ち湖を縦横無尽に泳ぎ回る謎の生物の姿が映し出されていた。時折水面から見え隠れする二股に分かれた影はこの生物の尾びれなのであろうか、
それとも頭部なのであろうか。この湖では、昔から、メッキーと呼ばれる巨大な水生未確認生物が生息しているのだと言われ、現在でもたびたび目撃されているのだという。代表的な遭遇事例としては、1899年、セネカ港を航行中だった遊覧船、オリティア2号が、湖中を泳ぐ正体不明の巨大な生物と遭遇している。この映像の生物は、その時の生物と同種なのであろうか。この映像は、アメリカ、バーモント州とニューヨーク州、およびカナダのケベック州の境界に位置する湖、シャンプレーン湖で撮影されたものであるのだという。連続写真的に撮影されたこの映像には、湖面から黒いコブを出しながら泳ぐ、謎の生物の姿が映し出されていた。この湖にも、昔からチャンプと呼ばれる巨大な謎の水生生物が住んでいるのだと言われ、現在でも、時折それは目撃され、何かしらの生物として、実在の可能性が極めて高い未確認生物であるのだと言われている。有名な目撃報告として、1977年7月、この湖に観光に来ていたサンドラ・マンシーという女性とその家族が、湖面から頭部を出す謎の生物を目撃し、その撮影に成功している。この時の写真が世界的にも有名である。映像の生物は、マンシーが撮影した、この生物と同種なのであろうか。そして、この映像も、同じく、シャンプレーン湖の怪物、チャンクを、至近距離にて撮影したものなのだと、言われている。これは、2015年10月にインターネット上にアップされたもので、撮影者であるシンディという女性が、シャンプレーン湖の湖畔で水中撮影をしながら、シュノーケリングを楽しんでいたところ、そこへ、それまで見たこともない謎の生物が、彼女めがけ、猛スピードで突進してきたのだという。この時、彼女は、この謎の生物に腕を噛まれたのだと、証言している。これが、この湖でチャンプと呼ばれている、謎の存在なのであろうか。この湖には、やはり、何か得体の知れない生物がいるようである。この映像は、撮影日時、場所など、その出自については一切不明であるのだが、とても興味深い映像だと思い、今回ご紹介することにした。そこには、濁った水面に体の一部を出す、黒くツルツルとした滑らかな皮膚感を持つ巨大な謎の生物の姿が映し出されていた。さらに、この生物をよく観察すると、胴体には鱗などはなく、さらに背びれなども確認できない。また、ゆっくりながらも、体を左右に振りながら泳いでいるようにも見受けられる。そして、最後に、生物の頭部とおぼしき部位が水面に出現するのだが、体に対して首が長く、頭部が小さいように思われる。この生物は一体何なのであろうか。次ご紹介するのは、1991年の夏、アメリカとカナダをまたがる五大湖の一つ、エリー湖を撮影した映像であるのだという。撮影者は、美しい夕日をバックに、エリー湖の情景を記録したかったのだと思われるのだが、そこには、湖面を泳ぐ巨大な謎の生物のシルエットも映し出されていた。この湖には、古来より、全長およそ10メートルもある、ベッシと呼ばれる未確認生物が生息しているのだとし、それは、現在までに、数多くの目撃が報告され、実在の可能性が非常に高いのだと言われている。夕日に照らされ、悠々と泳ぐ謎の巨大生物。これが、この湖に巣くう怪物、ベッシなのであろうか。最後にご紹介する映像は、ロシア北西部、ノブゴロド州とレニングラード州を流れる河川、ボルホフ川で撮影されたものである。そこには、白っぽい体色をした、背中に棘のようなものを持つ、謎の生物が、体をくねらせながら、悠々と泳ぐ姿が映し出されていた。撮影者のアレクセイ・モクロフは、この生物について、目視で、全長およそ2メートルはあったのだと証言している。
典型的なシーサーペントタイプの生物のように見受けられるが、その正体は一体何なのであろうか。いかがだったでしょうか。撮影された水生未確認生物第5弾。今回ドロップが一番印象に残った映像は、若者が餌付けをする川辺の怪物です。これは衝撃的ですね。怪物にピザをやるというのがシュールで、それを食べる怪物も面白く感じました。雑食なのでしょうか、それとも目の前のものを何でも口に入れる性質なのでしょうか。他にはシャンプレーン湖をシュノーケリングしていたところ、突然怪物が現れ突進してくる映像です。これもかなり衝撃的ですね。そして怖いです。もしこの映像が本物でしたら、チャンプ実在のとても貴重な資料になるかと思われます。皆様は今回どの映像が印象的でございましたか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当にいいもんですね。またお会いしましょう。